フワコツです。あかんな、告白花狼とファーストキスばっかりやってしまう。寒い。おお、こんな寒い譜面無理だろ。寒すぎる。順番にやっていくか。クラジックアーエディション、クラジックアーエディションやってます。マジ神。マジ神。トリロジーがいかにゴミだったかわかるわ。言ったろ、トリロジーゴミだって。この曲めっちゃ好きだわ。 P アクセント、アクセント、 P アクセント、アクセント、この曲か。でもこれ霊園が消えるってあの演出がね、なくなってますね。ちょっと残念。
花狼とファーストキスは再現されてるから、難易度違いの可能性もあるかな。お、なんだこの曲、知らない。むずいし。BS もすごく期待してます。ね、BS 楽しみだし、しかもテクニカ DLC の内訳も気になる。初めだけ難しいとか入るのかな。あとメロディーとアイワンチュなんだこれ。めっちゃ曲もいいし、新曲勝ってたのにな。なんでコンボ切れるの？わかった。むずい。あと部屋が寒い。なんかあれだね、クラジクアイっぽい曲クラジクアイエディションにありそうな曲だな。いいぞ、そっちがその気ならさればいやー、完全新曲だな。
懐かしい。なんで負けてんのか分からんけど。負けてるじゃねえか。負けてるじゃねえか。わら。こんな曲あったっけ？新曲だ。こんな曲なかったよな。誰の曲？曲あったっけ？嘘だろこれ。嘘曲。誰だよヒョウって。いやファーストキス選びてー、ファーストキス選びてー。懐かしい。懐かしいですね。むずい。おい、なんでクラジなのこんなむずいんや。無理だろ今の。
まあ、やりてえ、やるのか。これもあれがあるからな。なかった。いや、これノーマルじゃないとね、この曲の良さは伝わらない。ああ、ノーマル選べばよかった。ノーマル選べばよかったな。あ、難しすぎ。私に来て、むずいな。むずいな。全然簡単じゃねえじゃん。したら勝ちだから。懐かしい。懐かしい。
listen to your voice inside. Then I spread my wings so high, ready to fly. めっちゃ懐かしい。曲を聴いてなんか泣きたくなる、懐かしくて。わかる。あれ、勝った。懐かしすぎるなぁ。ファーストキスなんかやったら泣くぞ、マジで。いや、選んでいいか？俺もう我慢できねえ。ファーストキス、4N やろうぜ。これマジ泣くぞ。これはわらわら、わかります。わかる。これ相手もこの曲ばかりは MX を選べない、ノーマルしかもうやりたくない。この曲はどうなっちゃうの？消えちゃうんだな。なんだこのゲーム。何のゲームなんだよこれ。コスターはこれのパクリだわ、ほんと。この曲俺の 4B ノーマル以外できないかもしれん、一生。逆転現象が、おー PPEP 取るまで粘ろう。絶対取る。こんな曲あったっけ？マジ？え、こんな曲あったっけ？おかしいな、俺 CE が一番 DJMAX の中で好きなんだけどな。全然曲がわからん。マイナーな曲多いからな。
全然移植されてねえし。この辺の曲とかは本当、てかほとんどの曲 CE とリスペクトしてでしか遊べないだろう。トリロジーのDLC とかマジゴミだったわ。トリロジーでできるもん。このリズムなんだ。この遅さではつらいや。もうずいぶん昔のゲームだからかな。私 BS 一番好きなんだけど記憶がない曲も何曲いるんだ。俺 CE が一番好きだけど、多分曲は BS の方が俺知ってる曲多いと思うわ。偏ってるよな BS。 BS にみんな好きな曲あるっていうけど、多分 CE にもあるけど、もうなんかメトロプロジェクトのせいでごちゃごちゃになってるだけだと思う。今回入ってないのもあるからな CE で。白いコアラが。いや、この曲も好きだな。ここら辺はトリロジーにもあるからな。あんま懐かしいっていう感じではないけど、何そのファーストキススキン欲しい。それ欲しい俺も。どこにあんの？あ、ある。え、これ、あ、これだ。好きな曲やるか。 In My Heart。
あ、むずい。ダンエボにパクられた曲。テクニカ DLC 出してほしいんだが、ダークエンビーとかどうでもいいからメロディーを早く入れてくれ。え？2P2P2P でやったらスキン4人分になんないのかな。こんな曲なかっただろう。2人でこれ2人でやった時だけ下4人のあれなんないのかな。なってるわ嘘だ。なんかスキン違うよな左右で。あ、ランダムなのこれ人。え、 1P と 2P でスキン違うよね。全然集中できん。運がね、よかったら4人になるな。あなたに。懐かしい懐かしすぎるだろう。
ここのラップがダサいんだよな。ダサい。いいな、これ運、運良ければ4人揃うぞ、ファーストキースで。揃えるぞ。わー、ここ PV の。PV の曲だ。それはね、懐かしすぎる。この曲が遊べる日が来るとはね、もう二度と遊べないと思ってたもん。収録したんだろうな。ダークエンビーとかよりもよっぽどこっちの方が不思議だよ。じゃあクリアブルースカイやろうぜ。俺 4B やるから。あっ。あれ？あ、これじゃなかったっけ？早えよ。マジハイスピ上げても精度上がんねえな。ハイスピ全然関係ねえな。いやでもこれ日本語版にならなくてよかったね、本当に。俺絶対日本語版になると思ってたもん。アークが多分同時配信に
こだわったから日本語化する暇がなかったんだろうけど。こんな曲あったっけ、杉田智春。この曲遅いんだもん。苦手だなこの曲。すぎる。むずい。これとグローリーデイは本当にむずい。ダメだ、告白花狼がやりたい。普通に上の方やりたいな。英語版になってるな。別に韓国版でいいんだけど。おおい、やらせてくれよ。泣いちゃうよ。つけてたぞ。泣いちゃう、わら。泣いちゃうよ。ずるいよな。なんだこの目。
急にパワーに、パワー勝負に持ち込んできた。やだよ、こんな難しい譜面。疲れちゃうからな。何度こう、わら。惜しい、難易度高えじゃねえかよって思ってたけど、これを見ると全然そんなことなかった。簡単だった。ああ、押したって。この譜面、この手の譜面はもう冬にできない。やってない。夢みたいだよな。 DJ MAX の続編が出たこともまだ信じてないけど俺。それか日本で出てきたことも信じてないし、クラジカイの曲が遊べるようになったこともまだ信じてないからな俺。昔この曲めっちゃやってたよ。あの長いノート苦手だった。わかるわかるわか信じられないよな。この後まだ曲が引き続き追加されるとか信じてないから。なんかオンラインの曲も復活予定とか俺信じてないからな絶対。ありえねえだろ。だってどういう奇跡が起きたら DJ クラジカイの曲が遊べるんだよ PS4 で。ちょっと嘘だと思ってるわこの DLC。やだなこっちにしよう。
これはトリロジーじゃねえや、リスペクトの PV の曲だからあんまり新曲じゃない、ね、テクニカで CE の曲追加されたらカテゴリーどうなるんだろう。CE の方に追加されるのか、テクニカ DLC でも。テクニカの曲なんかないからな、だって。テクニカ DLC って意味わかんないもんな。そんな曲ないもん。意味わかんない。うわ、ラブモードやりたい。これがやりたかったんだよな。本人で本人もうこんなキーはなかっただろ。この曲好き、俺も好き。もうこの曲のイメージだわ。 CE はあとファーストキス。
クラジカイの曲が遊べるなんてな。 BMS でもないぞ。あ、これこれ新曲。これもいいよな。すごいなんか CE にありそうな曲。あ、BS のフリーみたいな曲調してるよな。あー、これむずい。この曲苦手だわ。あー、むずい、これ。それ落ちるわ。頭おかしい。むずいな。あとあれでしょ、これ。むずい。全然初心者向けじゃねえじゃん。こうブラックスクエアどうなっちゃうの？他の曲にしませんか？ゆうゆきさん本当にすごいな。すごい？
そう。パワーでいこう。フルコンしてないけどさっきの。今日早いんだよな。この曲むずいんだよ、知ってる俺。なんでギルティギアごときがこんな難しい譜面。あ、これやばいよな。この難しさはやった人しかわかんない。あのジャパメタみたいな難しさある。やばいんだよ、ここめっちゃむずい。これむずい。一応この場を借りて言っておくけど、多分俺ツイッチじゃもうあんまり放送しないんで、 DJ Max 以外やんないから、ツイッチだと。他の配信は多分カベツベかニコニコかどっかでやってるから、まあ、もしよければね。あ、ナイトステージやりたい。そうそう、だからまあもし、他の配信も見ていただけるということであれば、ツイッターなんかをチェックしていただければ、まあ、見逃しなくなるかなと。あのね、ほんとツイッチ人来ない。PS4 の機能で配信できるから。あ、ミスった。しかも今俺ニコ生バンだからな。ツイッチと壁詰めしか配信できない。つまり DJ Max 配信ができるのはツイッチだけ。あ、四つ目もあるか。全然喋りながらできねえ。フォローします。P アクセントアクセント、P、ありがとうございます。スイッチマジで日本人いないからな。
おー、引き分け初めて見た初めて見たフ別難易度引き分けとかマジか、すげえ。奇跡って起きるもんですね。この曲といい、なんでギルティギアの曲なんか選ぶんだよ。クラジックアイの曲をやるような人がですよ。ギルティギアの曲をやるわけがない。最も正反対に位置するかな。でも曲はいいんですよね。ニコニコだとな、マリオができないからな。ほんとクソなんだよな。壁詰めでできるってことがもう発覚したんで、スイッチはもうダメになった。またニコニコのバンが解けるのを待つだけだな。普通に PS4 の HDMI キャプチャーがあれば壁つれでもできるんだろうな。自己ベ更新したが、どんな自己ベだったんだ。なかなか4人揃わないですね。とこ4人揃うとこ見たいな。ファーストキスの見逃してるかもしれん。流し漫画みたいな感じで。あとはね、この辺とかやってないな。やったな、やったわ。違う、これ、こっち。うわ、夏。懐かしい。この曲短いよな。てか全部短いな、 C の曲。テクニカに移植する前提の曲だからなんだ。むずいな。
ああ、ミスった。うーん、なかなか4人は揃わんな。確率でいうとどれくらいだ。4の4乗が256を、4の階乗である 4×3×2 だから24で割ればいい。256ある24。256ある24は、64割る6。早い。32割る3。10分の1くらいだな。つまりファーストキスの隠しムービーが出るのと同じくらいの確率で、下の4人が4人揃う。はいえー、この演奏感が、この音量バランスでプレイできるのもこれだけだからな。つまりリスペクトに新曲移植されたら全部実質新曲ってことになる。無理だな。両手は無理。これ25でやるの早すぎるだろ。2で早いっつってんのに。マジ。あとはね、あ、マジか。もっと柔らかい人いないかな。柔らかそう。78目。柔らかい。早っ。決めるのが早すぎないか。もう絶対に Z やる。有無を言わさなかったな。今俺ゲージが溜まる前に押したのに。フィーバーが出た。
ずっとこれっていうのも辛いな。トリロジーの DLC の曲あんまりやってないからなてか DLC の出るペースが早すぎて全然追いつかない。元々の曲もリスペクトの曲も全然やってないよ。曲多すぎて。早くテクニカル DLC 出ろって思ってるけど、出たら出たで早すぎって言うだろうな。まあ、日本だけな早いってのあるな。日本だけあれ発売が11月で、で韓国では10月に DLC が出てるから、あれトリロジーのDLC どこ行ったんみたいな感じだったから、それで、あ、俺全部やったかも。マジか。ラバーやろ。トリロジーの DLC が中途半端な時期に出たから、惜しい、早ーってなったけど、韓国からしたら10月から12月だから2ヶ月か早いな。日本だと1ヶ月。そのうち日本語パッチ当たると思うけど。日向はじめ、逆あんみつ、DJ マックスで逆あんみつってよくないな。花狼は選んでしまう、無意識にな。選んでから気づくんだよな。あれ消えた。上の2つも消してほしいな。邪魔だよ、ムービー見えねえじゃないかよ。
ここでムービー消えてほしかったな。ここむずい。ケジと、ファーストキス選んでしまう。相手にこう、じゃあ相手にハード選ばせて、でも迷ったふりしてんのお前ね。パターンも面白いけど、片方だけノーマル選ぶパターンも面白いからな。てかめっちゃトイレ来てーなー、めっちゃトイレ来てどうしよっかな。ごめん、ちょっと我慢できねえわ。ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ行ってくるからやっててそう、俺トイレ行ってくれ、やっててくれ。わらわら、おっと、おめ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 、間に合った。やる気しないんだが面白すぎる面白すぎない。面白すぎるんだが めっちゃ面白いなこの曲。この曲人気だね。この曲あったっけ？BS の曲全然覚えてねえな。ポータブル1とポータブル2の曲はもう全部覚えてんのにネガティブネイチャーすら覚えてたぞ。
あ、なんかの間違いで O2 ジャムの曲とか入んないかな。もう何が入ってもおかしくないからな。このゲーム新曲多いな。神ゲーマジ神ゲーだからこれ。日本で5000本くらいしか売れてないけど、太鼓の達人というとかいうクソゲーは2万本売れてんのに。PS4 を持ってないっていう、ただそれだけが欠点ですね。 DJ MAX やりたいんだけど PS4 ないからなーみたいな。 Nintendo Switch で出してくれとか意味わかんない、声も聞かないけど。いや、これどれがムービー消えるの。これのムービーを消す、ムービーじゃねえや譜面を消す方法があると聞いたんだが。よし、じゃあこれラストにします。とりあえず DLC の曲は全部やったし、感だな。え、日本では PS4 持ってる人少ないなの。少ないよ。え、 PS って4まで出てるんですかって言われる。ああ、むずい。え、その代わり任天堂スイッチがバカみたいに売れてる。
任天堂スイッチがもうとんでもない売れ方してる。今週20万売ったからとんでもない。いやこの曲もほらマジ6ページもある。めっちゃ人いる。めっちゃ人いるわ、オンライン。これすごくないか。すごすぎない？これなあ。あ、すごい。笑っちゃうぞ、こんなの。これがすごいな。すごい、わら。とんでもないよな。あ、トリオジー、ゴミじゃないけこれ。クソみたいなタイトル画面だわ。クソだな。あ、これだよな。神。じゃあお疲れ様でした。